はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月のですね30日になりましたね。もうね10月も終わりでございまして、いや今日ですね、今この部屋は17度なんですけども、あちゃうわ、千代田区は17度で、この部屋はですね21度かな、まあちょうどいいぐらいなんですけど、今日は晴れますね。ただ気温は18度ですから、まあまあなんとかっていう感じでしょうか。明日も晴れますね、珍しい。うん、ですね、今日はね日曜日なんでね、メールも来ないし、あでもバタバタはしてるんですけどね、1案件が はい、で今朝起きたらですね、もういきなりびっくりしましたよ、ほんまに。この今ですね、10時24分ですから1時間ぐらい前の連合ニュースですね、向こうの通信社で151人に増えてますね。外国人19人、この中日本人1人ぐらい入ってるんでしょうね、きっとね。まあしかし、日本もね昔の明石で、あれ何年前ですか、10年以上前にお祭りの日にですね、通路かなんかで人が詰めかけてですね、あれはでも何十、明石の事件って何になったんでしょうね、明石、明石あれ何やってんの、あれはあの祭りの誘導が悪いとかですね、そういう風になってですね、警備責任者か市長かなんか責任取らされたような、明石花火大会歩道橋事故っていうのがございますね。これ2001年、あもう20年前ですか、20年前ですね、明石市民夏祭り花火大会、2001年か、11名の方がですね全身圧迫によりお亡くなりになって、183名が障害を負って、今回何人障害を負ってんだという話ですね。なんかまだあるでしょう、その運ばれた人いっぱいおるんでしょう、これ結局誰が責任取ったんやろ。これは明石市と兵庫県警察本部明石警察署ですね、裁判になったんですね。損害賠償5億6800万円、うわ、業務上過失致死傷被告事件、まあ過失致死になるんでしょうねこれね、過失を認定されたということですね。いや痛ましい、まあでもそれに比べたら一桁違いますからね、151人で、まあまあ起こってしまったことなんでね、あれですけども、大変痛ましい事件ですけども、これねやっぱりね、誰かが誰の責任やねっていうことになると思うんですよ。私まだ詳しく知りませんけどね、ソウル事故死者の国籍、イラン、ウズベク、中国、ノルウェーなどと。でも日本人ってね、同じ顔してますから、分からへんのちゃうんかな。でも中国は分かったんですね。それはそのイランとかウズベクとかね、ウズベクかどうか分かりませんけど、ノルウェーとかになると、白人種ですから、一目で外国人と分かりますよね。なんで、まあ、いるんでしょうね、きっとね。こんだけいれば、一人ぐらい。ソウルって5万人ぐらい日本人いるらしいですからね。まあそれはいいんですけど、やっぱりねこれだけの惨事ですから、誰が悪いねんっていう話が必ずなると思うんですよ。で私も詳しく事件の経過というものを読んでいないんですけども、10年ぐらい前、10年、7、8年前ですかね、セウォル号事件ってありましたね、セウル号事件、あれの時はね、あれですよ、2014年ですね、あの時の犠牲者は何人だろう、100人超えてたと思うんですけどね、
299人、あかんわ、今回より多い、倍や。あの時は、パククネさんが大統領やったんですけど、パククネさん何も悪ないですよ。知らんやん、そんな大統領がそんな隅々に管理できひんでしょ。何も悪ないんですけども、その事件が起こった時に男性と、特定の男性とどっかに仕込んでいたということがですね、ささやかれましてですね、そして一気に政権への反発を強めたと、自己対応がなってないとはいうようなですね、政権への反発を強めたというようなことがありました。今回起こったのはイテウォンっていう、言うてみりゃどうでしょうね、日本でいや、それこそ表参道とか原宿とかそんな感じのところですね、なんで押し座元ですからですね、それはユンさんそれなりに対応なさってると思うし、ユン政権を責める何かはないと思うんですよ、きっとね会場警備に当たっていた警察が悪いっていうことが一番言いやすいんですけども、お隣さんのなんていうかこう特性としてね、やっぱり誰かが悪くならなきゃいけないんですよ、これはきっとね、きっと。だから一番責められやすいのは警察で、で警察イコールユン政権かというとですね、私の理解では警察イコールムン政権やったんですよ、実は。でそれがユン政権になって、ユン色に染まってるのかどうかっていうのもありますけど、もともと何て言いますかね、こう騒動の多い町ですから、産経新聞の黒田さんがですね、デモの国やとかって言うてはりましたけど、なんかやっぱり人がわっと集まってガーッと騒ぐというのがですね、日本に比べれば、東京に比べれば圧倒的に多い国やと私は思うんですけども、だから警備もね、ある程度慣れてるはずなんですけど、日本でもな、渋谷でなんか、何やったかな、サッカーの試合かなんかの時に、もうありましたよね、5、6年前に DJ ポリスっていうのが、えらい有名になりましたけど、ああいうこう警備に慣れてるはずなんですけども、今回はちょっと不測の事態が起こったというべきでしょうね。だって一気にその、イテウォンの居酒屋に、って、な誰々がいるって言って、これがピーって広まったわけでしょ、スマホで。だからそんなん予測できひんやだから誰のせいでもないと僕は思うんですけど、でも誰のせいでもないんですけど、誰かのせいには、誰かが悪くならなければいけないような、そういうお国柄というふうに私は理解してるんですけど、いやだからこれからね、どういう展開になるのかね、結局ユンさんが悪いってことになるのか、それとも警察が悪いってことになるのか、それがみんなアホやったってことになるのか、そのみんなアホやったということにはできにくいと思うんですね。実際は僕それに近いと思うんですけどね。でも巻き込まれた方がいっぱいいると思いますけどね、巻き込まれた方はもうというか大半巻き込まれた人だと思うんでしょうけどなんで、場所から若い人が多いというのは予想はできますけど、おいおい分かってくるでしょうね、内容が。でもこれちょっとですね、どう言いましょうね、この事件をきっかけにですね、お隣さんの国内事情がまたウィーンと変わる可能性があるんではないんでしょうかね。パク・フネさんがあの事件でですね、なんか急激にです国民の支持を失っていったということもありますし、このただでさえ今ユンさん低迷してます、支持率が。かといって、任期5年というのはですね、揺るぎないわけで、あと、揺るぎないというか、弾劾されれば別ですけどね、パク・クネさんみたいに。しかし、こんなん弾劾理由にならへんやんと、と僕は思うんですけど、パク・クネさんもね、あんな弾劾理由にならへんやんという私は思うんですけど、それでも燃え上がるときは燃え上がるんですよ、お隣さんは。だから、なんで火つくか分からへん国ですからね。だから、わーっとこれでユーンとか言ってユーンお前が悪いって燃え上がる可能性がゼロではないなとこう見ながら思いましたね。あ、これだから処理の仕方というか対応を誤ればですね、ユン政権弾劾デモの嵐に巻き込まれる可能性は十分あるなというふうに思いますね。どういう展開なのかちょっと見ていきたいと思います。たくさんの方がね、亡くなられてですね、非常にその思うのはね、若い方が多いでしょう、もう親泣いてるやろなと
ほんないいや、ほんなんね、ある日突然ね、自分の子供がね、これ巻き込まれて、亡くなったとか言ったら、もう親は本当に悲惨ですよ。自分がそうならないでよかったなというふうに思いますけど、なんで自分がそんなになったらもう、なんていうかこう、悔やまれませんね、ほんまにね。はい、という事件でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。